3月になんとも恥ずかしい大股開きのニャンニャン写真が報じられてしまったカリナが、約4ヶ月ぶりに公の場に姿を現した。埼玉スーパーアリーナで開催された第19回東京ガールズコレクション2014オータムウィンターに出演したカリナは、朱色のミニのワンピース姿でランウェイに登場。客席からカリナちゃん、かわいいと黄色い声援を受けた。現在、ヨーグルトの CM キャラクターのほか、女性誌ジンジャーでレギュラーモデルを務めるカリナ。しかし、ファンや報道陣の前に姿を現したのは、4月29日に福島で行われた東京ガールズコレクション in 福島以来。少し前には、連ドラで主演も務めた彼女だが、スキャンダル以降、活躍の場が減ってしまっているようだ。また、公式サイトを見ても、TGC 以降の告知は空白。テレビ出演も3月に放送された浅田真央の密着番組でナレーションを務めて以降全くないという寂しい状況だ。3月にパンツ姿の大股開き写真をフライデーに報じられたカリナですが、 TGC への出演はもっと以前から決まっていたようですから、報道以降はモデル以外の仕事を一切していない可能性も。しかし彼女の所属事務所がバーニングプロダクションと蜜月関係にあり、大マスコミが報道を後追いしなかったせいもあってか、特に女性からのイメージがそこまで変わった様子はない。その証拠に今月にオリコンが発表した女性が選ぶファッションリーダーランキング2014でカリナは桐谷美玲や北川景子を抑えて4位にランクインしている。報道が原因でオファーが減っているとしても、最近のメディア露出の激減ぶりには違和感が残る。本人に何か出たくない理由があるとしか思えませんと芸能記者は語る。このまま芸能界から消えてしまうのだろうか。